はい、皆さんちょっと遅くなりました、すいません。教材を用意してましたらずいぶん時間かかっちゃって、ちょっと始めるのが10分ほど遅れましたけど、今から始めます。まだ誰も来られてないんですが、おそらくこれからぼつぼつ来られると思うんですけれども。はい、トシさんこんばんは、よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。今日はね、教材をヤッシーさんこんばんは、トッシーさん、ヤッシーさん、平田正美さんこんばんは、山内優子さんこんばんは、よろしくお願いします。教材をね、今ずっと作ってたんですけど、まあ、ギリギリ30分前ぐらいから作り始めたんですけどね。福本彦さんこんばんは。作り始めて、で FC2 に楽譜をアップロードして、愛野村秀夫さんこんばんは、で今日のタイトルを決めて、それから Google Meet を開いて、もういろいろ準備をしてたらあっという間に時間が過ぎました。30分ぐらいあっという間ですね。まあ何はともあれ、ヤッシーさん、トシさん、先週ありがとうございました。先週じゃなかった、今週の火曜日でした。ありがとうございました、本当にね。今日も開いておりますので、お暇でしたらどうぞ、お暇でしたら覗いてください。大石さんこんばんは。あとはね、前宣伝ですけど、明日ね、実は私の所属する、ギター合奏団の定期演奏会、春季定期演奏会があります。山内優子さん、今日正倉院展に行き、美しい琵琶に魅了され、リュートやギターに思いを馳せていました。ああ、よかったですね。多分趣があるでしょうね、全く別の世界ですよね、そういう意味ではね。でも、今太郎さんこんばんは。音楽とは何かということを考えさせられますよね。私たちはまあクラシック音楽で、しかもその中のクラシックギターの音楽でね、非常にこうなんていうか限られた中でやってますけど、もっと広い意味で音楽とは何かということを考えたら、もっともっとね、なんかもっと深遠なものがあるような気がしますけどね。高里さんこんばんは、今日はろれつが回ってました。そうですか、山内優子さんよかったですね。温故知新じゃないけど、そういう昔のね、昔の人たちの生活とか文化とか何を考えていたのかなとかね、そういうことをいろいろ思いを馳せる年になりましたよね。もちろん若い人たちだってそういう昔のことにね、思い馳せるということはあるでしょうけど、あるでしょうけれども、だんだん年を取ってくると、そういう昔の人たちはどういうことを考えてたんだろうか、どんな生活をしてたんだろうかとかね、そういうことをなんか分かるようになってきましたよね。それが不思議だなと思いますけどね。でもやっぱりなんか思いますけど、昔の人たちの方が偉かったかなという気がしますけれどね。さて今日は、キラキラ星変奏曲、今日はねピッチカートと、それから、ハーモニクスなんですけれど、以前皆さんにお伝えしたのはアーティフィシャルハーモニクスなんですね。はい、素敵なコメントありがとうございます。いえ、とんでもないですよ。アーティフィシャル、以前はナチュラルハーモニクスだったんですよね。
で今日はアーティフィシャルハーモニクスということになるんですね。で人これはまあに日本語にすると人工ハーモニクスというんですけど、なんかね最初この人工ハーモニクスという言葉を、まあ学んだ時に変な言葉だなと思ってました最初はね。でもまあ人工なんですよ、アーティフィシャルですからね。この2つ今日はピッチカートとアーティフィシャルハーモニクスをやりましょう。よろしいですかね。サイコさんこんばんは。調弦からいきましょう。調弦から。これ3弦が高いですね。皆さんはこのピッチカート奏法ですよね。まずピッチカート奏法ですけどご存知ですかね。いやもう先生 そんなこと十分知ってますよ、いや初めて聞きましたという方もあるでしょうね。いろんな方があると思うんですけれど、ちょっと楽譜をちょっとお見せしますね。まあ、楽譜で書くとですね、まあ、まずピッチカート奏法というのは説明すると、右手の手のひらの付け根部分ですね、右手の手のひらの付け根部分でギターのブリッジ寄りを軽くミュートした状態で断弦する、まあ、日本語で言葉にするとそういうような弾き方なんですけれど、ここに PIZ というのがあるでしょ。ここに PIZ これですね、この PIZ、 これピッチカートということなんですね。でピッチカートの PIZZ、最初の文字頭文字の PIZZ を取って、PIZZ点点点点点点となるわけですね。まあ この状態で、まあ、ずっと、まあ、これからこれで弾いてくださいということです。まあ、私の今楽譜ではちょっとここまでしか点点点がないんですけれど、まあ、実際はもっとこう長くですねピッチカートを弾いてほしいところはずっと本当は弾かないといけないんですけど、例えばまあ例えば線で引っ張るとですね、こういうふうにずっとこうここまで弾いてくださいということで、本当はまあこれが一番親切な書き方なんですけれど、ここまでですね、ずっとまあこれも1段目2段目3段目4段目全部ピッチカートです。で弾きましょうということなんですけれども、ちょっと待ってください、皆さんのコメントがちょっと見えてない。はい、中島さんこんばんは、よろしくお願いします。あったかくして参加してます。寒いね、寒いです。この間まで暑い暑いって言ってたのにね。それからラインシャープさんこんばんは、よろしくお願いします。サイコさん資料が古いままです。あ、そうなのか、またやったか。ちょっと待ってください、 またですね、ちょっとごめんなさい、またやっちまったかな。はい、先輩リエさんこんばんは、ちょっと待ってください、また編集ですね、ちょっと待ってください、ちょっと見ます。21になってますか。あ、そうだ、21になってる。22ですね。ミュートはいらないですね。22でいけばいけると思いますけど、ちょっと待ってください。これはいらないね。今日のマテリアルは今日はいらないです。これはちょっと省いておきましょう。はい、直しました。ブラウザ新しく入り直してください。今野さんこんばんは。
そうですね。まあ、ミュート奏法というふうにも言えるかもしれませんね。確かに。そうです。まあ、まず弾いてみましょうか。ね。まずは弾いてみましょう。軽くですね。この、いいですか？ここの、このあたりです。このあたりを、この右手の手のひらのこのあたりですね。このあたりを、この肉厚の部分を軽くこういうふうに、まあ、このブリッジ側のところですね。で、強く押し当てると、音が出ませんので、軽く触るんです。軽く触って、まあ、普通は親指で弾くんですね。で、ちょっと弾いてみましょうか。今野さん、人工ハーモニクス、オクターブハーモニクスとも違いますか？ですね、オクターブハーモニクス、それも当たってはいるんですよ。それも正解ではあるんだけど、ただそのナチュラルハーモニクスね、ナチュラルハーモニクスもオクターブハーモニクスなので、ナチュラルハーモニクスもオクターブハーモニクスなので、やっぱり人工ハーモニクスと言った方が混乱を招きにくいと思うんですよね。多分そうだと思います。ごめんなさい、曲は入ります。ちょっと映ってないですね。ごめんなさい、もうちょっとこう私の手が見えないといけない。はい、ルローニさん、こんばんは。今日はニコ生でお会いしましたね。ちょっと私の、画面が綺麗に画面収まってないですね。もうちょっと上に持っていった方がいいのかな。こうかな。見えます？もう一回弾きますね。こちらの方ね。これだけのことです。これだけのことですけどね。でも曲の中ではこのピッチカート奏法というのは非常に有益です。で、場合によっては、まあ、曲の中でですね、書いてなかったもやってもいいんですよ。あ、ここでハーモニクあのピッチカートをやってみたいなと思ったらやってみても面白いです。まあ、そういうような機会が皆さんあればね。やっぱり古典の曲がいいでしょうかね。古典の曲の中で、例えば私が今弾いてるソロの曲なんかに、あ、こういうところで、ピッチカート使いたいなというところがあるんですね。そういうところは楽譜には書いてませんよ。楽譜には書いてませんけど、ピッチカートをしたりします。その方が面白いですからね。非常に器楽的だということなんですね。はい、松山明徳さん、こんばんは。今日はね、まあ、大体ちょっと短めに終わらさせてくださいね。明日一応6弦の会の私の合奏団のコンサートが明日の、1時半からコンサートが始まりますので、今日はちょっと早めに寝ようかなと思ってます。明日指揮をしないといけない。まあ、どのぐらいの方が来られるかなと思ってね。まあ、毎回毎回、だんだん高齢化になってきますから、もう演奏者も毎年毎年平均年齢が一つ一つ一つ上がっていくんですよね。当たり前ですけどね。なおかつ聞きに来てくれてる人たちもどんどん高齢化になってきて、まあ、寂しい話ですよ。寂しい話なんだけど、でもこれは、まあ、宿命といえば宿命なんでしょうね。
まあその中で、まあ、できるだけ楽しい会にねしたいなと思ってます。だからまあもちろん上手な演奏をしたいんですけれども、上手な演奏というのはもう二の次ですよ。まずは楽しい、楽しく健康で楽しくね、時間を楽しめるような演奏会ができれば、一応その予定です。実況中継の予定です。明日、1時半からの 生放送、皆さん一応了解を取りました。一応これもね、あの録音の会の私の所属の合奏団と言っても、あの皆さん一応了解を取らないとねいけないので、皆さん構いませんということで、まあ、生放送します。生放送します。まあこのぐらいかな。ピッチカートはまあこんなもんですね。でピッチカートでね、もっと難しくなってくると、この和音になったり、まあ今日はねその教材作ってないんですけれど、例えばこういうのがあったとするでしょ。まあ、作ってもいいんですよ、こういう教材をね。こうなるとちょっと難しいんですよ。これミュートしてるわけですね。例えばできるんですね。まあ、あんまり複雑なことをやるとまたちょっとね脱線しちゃいますから、まあこんなところですね。で、もう一つが、今日はついでにピッチカート奏法と合わせて人工ハーモニクス奏法、いいでしょね。で人工ハーモニクス奏法というのは、先生きれいに見えます。はい。それで人工ハーモニクスの場合はこれがちょっとね大変なんですけれど、で、まずね弾き方ですね。これまず前回ね、以前にお伝えしたナチュラルハーモニクスですよね。これは左手を使って、例えば12フレット、これはナチュラルハーモニクスなんですね。あと7フレットとか、あるいは5フレット、これはナチュラルハーモニクスで、まあ比較的その音がハーモニクスの音が出しやすいですよね。でそれに対して今度は人工ハーモニクスといって右手でやってしまうんですね。セコビアよくやります。まあセコビアだけじゃなくて、古典クラシックの曲は必ずもうハーモニクスっていうのはつきものですからね。それで、はい、リンゴ子さんこんばんは。まずね、まあいろんな方法があるんですよ。いろんな方法があるんだけど、まずはですね、この人差し指のこの、まあなんていうんですか、この指のこのお肉の柔らかいところですね。これで軽くその12フレット、例えば12フレットハーモニクス出るでしょ。これ出ますよね。これ今左手でやってるんですけど、これを右手の人差し指で軽く12フレットの真上をね軽く触るんです。であとは、まあ、残りの空いてる指、中指か薬指か、あるいは小指、親指もありますよね。で通常は薬指が多いんです。で12フレットの真上に軽く指を触った状態ですよ。で、薬指で一弦を弾くんです。そうするとこういう音が出るんですね。でこれはこれと同じことなんです。左手でこれと同じことを、右手だけでやってしまうということなんですね。でなぜこういう弾き方をするかというと、問題は
左手がどこか押さえた場合ですね、どこか押さえた場合は左手使えませんから、だから、例えば人差し指で1の指で1弦の1フレットを押さえた時には1弦の13フレットなんですね。これね、ちょうど12フレット足さないといけないんです。そうすると1フレットプラスの12で13フレットなんですね。これはファの音のオクターブ上になるんですよ。聞こえますか？で、例えば今度はソになりますね。ソになると今度は3フレットプラスの12で15フレットというとここになるんですね。12、13、14、15、ここなんですよ。聞こえますか？これはもう計算をしないといけないわけです。で、この計算ができて、そのちょうどまあここの12フレットから上のところがまたもう一度1フレットで始まるというような0フレットで始まるというふうに考えれば、そこで計算がいくわけなんですけれど、例えばわかります？タコさん、はい、こんばんは。人工ハーモニクスは初めて気がついた人はすごいですね。そうですね、まあギターはね、あの手この手、もうあの手この手、アレンジマグルでグルメネナシトカン No, you're not right. That's okay. Please accompany me. Let's start. Today's lecture is about pizzicato and harmonics. And there are two harmonics techniques. One is natural harmonics and the other is artificial harmonics. And today's lecture is about artificial harmonics. So please learn this technique. This technique is very useful and very important to play classical guitar tune. There are so many tunes that use this technique.すいません、はい。それでここでね、皆さんに一つおすすめなんです。今日はね、これで、タブ譜もアップロードしてます。で、まあこういうね、ハーモニクスになった時に OKOK ハーモニクスになった時にタブ譜は結構便利なんですよ。それでタブ譜のちょっと見てくださいね。タブ譜をちょっと今から出しますね。これはピッチカートでした。まあ、これが見えますか？見えますかね、皆さん。人工ハーモニクスの場合はですね、まあもちろんもうこの簡単な曲だったら計算でできるんですけれど、何フレットかっていうのがね、分からなくなっちゃうんですね。何フレットを触らないといけないっていうのが分からなくなってしまうことがあるんですよ。で、その時にこういうタブ譜を利用すると、これ分かりますか？今ちょっと大きくしましょうね、楽譜ね。ちょっとこれ四角で、まあひし形、まあ大体ハーモニクスの場合はこういうふうにひし形でね、で音符の場合も通常の音符からこういうひし形のね形に変わるんですよ。で、まあ二分音符だったら白いひし形になるんですけれど、タブ譜の場合は、私の場合はこういうふうにひし形のこういうマークで番号を囲むように、そういうふうな表記の仕方をしてます。それで、まあ弦とフレットが全部わかるでしょ、これでね。だからソで
12フレットのちょうど真上ですよね。ここを先ほどの弾き方で演奏すればできるわけなんですよ。ちょっと弾いてみますと、いいですか。ちょっとあの楽譜がちょっと大きすぎましたね。見えますか。まあ、あとはちょっと楽譜をねちょっと小さくしますよ。もう一回弾いてみましょう。楽譜皆さん見えますね。楽譜は見えますね。じゃあちょっと弾いてみますね。できたら、全部カメラにうまく入ればいいんですけど、聞こえました？あの決して大きな音ではないんですけどね、決して大きな音ではないんですけれど美しいですよね。これはあのクラシックギター、やっぱりあのクラシックギターのテクニックとしては非常に大事なテクニックだと思うんですね。非常に繊細で、特にあのこういう人工ハーモニクスの場合はですね、緊張しちゃうとね、例えば人前で演奏した時なんかもう手が震えたらどうにもならないんですよね。まあこういうことってまあまあまああるんですけれど、でもこれやっぱり大事なテクニックなので。聞こえましたね。ヤシーさんなんかどうですか、この人工ハーモニクスやった経験あるんでしょうかね。で、まあ、例えばこれもまあ先ほどのピッチカートと同じで、例えば和音をつけたりとかするんですね。あの一番代表的なのが、一番代表的な曲としては、アメリアの誓いがあると思うんですね。まあ、たくさんあります。でこれも和音つけるとこういう風になるんですよ。例えばね、和音つけてちょっと本当に面倒くさいんですけれども、こういうこともできるようになったらいいですね。これはもう本当に繊細なテクニックです。本当にもう今にも壊れそうな繊細なテクニックなんですけれど、でもこういうことができるようになったらいいですよね。でこういったような音楽っていうのは、まあ何て言うんですかね、あの大衆の前でね、大衆の前で、もう大勢の聴衆の前で弾くようなものではないんじゃないかなと私は思ってますけれどね。まあそういうと、まあ世界中にあのコンサートギターとして広めてもらったセコビア先生とはちょっと意見がちょっと違うかもしれません。あのセコビアの狙いというのは、あのまあ大衆楽器で普通のこう家庭楽器だったものをもっとこう大衆の前にね、もう大きなコンサートでも通じるように、それを目的に演奏活動を続けたんだと思うんですよね。だからまあそれはセコビアの一つの業績だと思うんですけど、でも私はね、やっぱりギターという楽器は、非常にこう
なんていうんですか、ドメスティックなっていうかな、なんて言ったらいいんでしょうね、あの本当にこう、ドメスティックか、あるいはホーム的な、ホーム的な楽器じゃないかなと思うんですよね。王子さん、先週アップされた眠れるも、ああ、もうそ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 う、あれはあの、あれはね、でも、ナチュラルハーモニクスですよ、王子さん。この間上げたのはほとんどナチュラルハーモニクスです。薬指だといまいちの音になります。中指の方が音が出しやすいですが、なるべく薬指の方が良いでしょうか。いろいろな説があるんですよ。で、まあ、薬指はね、どうしても一番不器用な指でしょ、一番力が弱いんだけど、一つはね、この人差し指との距離があるんですよ。この人差し指との距離があって、で人差し指でこう触ってるでしょ、で中指はちょっと近すぎるんですね。繊細な楽器です。だから薬指で、レオ・ブローウェルだったかな、ブローウェルというあのすごいギタリ、素晴らしいギタリストがいるんですけど、あのその人は小指がいいって言って言ってる、そういうことも書いてましたね。あのだから人差し指から一番距離が遠いのは小指でしょ。だからこれもありですよね。で私はね、親指もありだと思ってるんですよ。でこの場合はね、例えばあのもちろんこの人差し指で置いて親指で弾くという手もあるんですけれど、これを逆にね、親指の方をあのこう触ってね、親指を触ってで、他の指でこう弾くと、例えばこれもありだと思うんですよ。この弾き方をやってるギタリストはあんまり 見かけないんですけど、見たことがないんですけれど、あの先ほどね、人工ハーモニクスを気がついた人はすごいですね、すごいんですけど、私もすごいと思いません？私これ親指でやってもいいんじゃないかなと思ってね、いろいろ私もアイデアマンなのでいろいろ気がつくことがあるんですけれど、我ながらこれはいい方法だなと思ってるんですけどね。つまりまあ、あの例えばこんなことができちゃうわけですよ。あのね、例えばごめんなさい、連続でね、こういうのもできるんですよ。タッ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 というのも、これはこれではできないですからね、こちらの方が早い、こういうのもできるし、まあそんなところですね。まあこれでなんていうかな、人工ハーモニクスの曲を何かね、例の、そうでしょ、親指ね、はい、ちょうどまあじゃあこのアーティフィシャルでこれ私アンプしてますから、これを演奏しましょうか。そうなんです。ハーモニクスの、あの表面、あの譜面表記でしょ。迷ってしまいますよね。いろいろあって統一されてないから。これはあの、ナチュラルハーモニクス。アーティフィシャルですね。いいですか。
はい、トロさんこんばんは。証券さんいらっしゃい。低気圧マシュマロさん。A very interesting lecture. You are welcome. ありがとうございます。うん、これも久しぶりに弾きましたけどね。これは本当に綺麗でしょ。ここのこのハーモニクスが何とも言えないですよね。あとは、うん、例えば盗賊の歌とかね。盗賊の歌は、これはアーティフィシャルではなくてナチュラルですね。あとは、うん、例えば もう一つね、これはちょっと難しい曲です。あのビラロボスじゃなかった、ビラロスボスじゃなくて、グラナドスの、スペイン舞曲第5番がありますよね。これはどうだったかな。ごめんなさい。こういうのがあるんですよね。これはまあ、スペイン舞曲第5番ですけど、最初がハーモニカで今のね、でこういうの使い方ですね。これがあのアーティフィシャル、まあ、曲の途中だけちょっと抜粋して演奏しましたけど、こういうのがあるんですね。これも綺麗でしょ。まだいっぱいありますよ。先生が言われる薬指で出る一弦の音がいい音ができれば上達できると目標にしています。そうです、薬指ね。この薬指が一番その歌う指と言われるんですね、この薬指がね。だから薬指でいい音が出せれたらいいです。だからあの禁じられた遊びを弾いた時にやっぱり薬指ですよね。この音ですよ。サイコさんあります。あんまりはないですけれど、ないことはないです。Thank you.
冬になると空気が乾燥するので薬指の爪を守るのに必死。割れちゃうの？割れちゃうのかな。あ、そうだね、ヤシ、そうだそうだ、以前聞いたね、ヤッシーさん爪の状態が良くないので、そうそう、接着剤の話もしましたね。そうそう、あとはね、うん、乾燥するので常に油を塗っておくことですね。ハンドクリームを塗っておくことですよ。なんかね、僕もちょっとそういう爪用のねクリームっていうのをかけたりするよね。爪用のクリームを買ったりもしたけど、市販のものでいいんじゃないかな。で、あとはね、やっぱりどうしてもその手をよく使う人ね、手の作業をする人はやっぱり爪がねダメになってしまうことが多いですよね。もう そういうわけにはいかないでしょ。いつでもじゃあもう手袋でもしてね、いつでも手袋でもして塗ったらいいですよ。もう手袋でもしてもう一切こうなんていうかな、素手で触らないというかね、そんなことできませんからね。そうそうそう、中島さん買われたからね。今日はね、明日弾く曲をちょっと練習させてください。先に明日一応予定なんですよ、弾く予定の曲ね、アンコール用にね。僕は1曲だけいつも演奏するんですよ、アンコール用にね。でそんなにね、なんかもう難しい曲演奏しないんですよ。で、明日はね、明日の予定は他の指の爪は大丈夫なんですけどね。ああ、だからやっぱりそういう体質なんですね。そういう体質なんですよ。これはちょっと今練習中です。スペシャルハーモニクス、thank you.
は精霊の踊りというやつですね。精霊の踊り、グルックのね有名なやつですよ。いい曲です。でこれねセコビアが弾いてるのがあるんですよ。セコビアのねこの精霊の踊りは絶品です。とてもいいですよ。まあだいたいこのぐらいで、今日はねちょっといつもよりも短い時間ですけれど、だいたいこのぐらいで終わりにしたいと思うんですが、何かご質問ありますか？あ、ヤッシーさん大好きな曲。だいたいねヤッシーさんの好きな曲と僕の好きな曲がだいたい似てる感じがするね。趣味がだいたいね同じような感じがします。
これで終わりにしましょう。山内優子さん、精霊の踊り、思い出の曲でした。感動しました。今夜もありがとうございました。どういたしまして、ありがとうございました。ノーマルエディオさん、ありがとうございました。終わりにしますね。ありがとうございました。皆さん、おやすみなさい。あったかくして寝ましょう。はい、王子さん、ありがとうございました。ヤッシーさん、はい、おやすみなさい。ありがとうございます。おやすみなさい。あ、お持ち場ださん、久しぶりね、覗いてたのねありがとうございます。サイコさん、ありがとうございます。中島さん、ありがとうございました。コンサート前日の拝聴できありがとうございます。どういたしまして。トシさん、ありがとうございました。今太郎さん、ありがとうございました。ありがとうございました。増田さん、 NHK 見ていて大幅に遅れました。はい、おやすみなさい。おやすみなさい。ライシャブさん、ありがとうございました。レジマーク、You are welcome. See you next time. マヤさん、初見で素敵な音楽ありがとう。どういたしまして。ありがとうございます。ありがとうございます。終わりにしますね。じゃあ、切ります。切りますね。おやすみなさい。